はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時回りました。2時回ってね、日が照ってきてね、あったかい感じですね。暖房切りました。ちょっとお散歩してきますね、周りね。現在ですね、日経平均402円ですね。一回300円台まで落ちましたけどね。ドル円が 103.13。まあね、そんな一方上昇はいきませんね。でも、近い将来、100円切るんちゃうかなと思いますね。で、日本の長期金利も多分上昇すると思うんですよ。そうならざるを得ないんちゃうかなと。そうすると住宅ローンの金利も若干上がると思いますよ。いやーなんかねまずいなということになってきてますね。日経新聞ですね、13時35分と言いますから、今から30分の前に出た記事でして、東京都のコロナ感染新たに2000人超、過去最多を更新。2000人ですよ。昨日1500人とか言って、過去最多とか言ってましたよね。東京都で何か新型コロナウイルスの新たな感染者が2000人超確認されたことが関係者への取材で分かった。1日あたりの新規感染者が2000人を超えたのは初めてで、6日の1591人を超えて過去最多を更新したと。これだけの記事です。まあ十分ですね。2000人ですから、まあまあ大したもんではないですか。5月頃はですね、200人超えたとか言って大騒ぎしましたもんね。2000人ですよ今。で、大体東京がですね、全体の4分の1ぐらいだと考えられます。とすると全国で多分今日はですね、8000人ぐらい行くんじゃないかなという気がしますね。とすると間もなく1万人を超えます。多分あと1週間ぐらいで1万人超えるんじゃないでしょうかね。いよいよ日本もパンデミックのステージに入ってきました。さーてと飲食店はね、今日緊急事態宣言発出されてですね、8時までの営業って。要はね、居酒屋とかもそれ営業するんだというと一緒ですからね、8時っていうのは8時ですよ。確かね、緊急事態の時8時まででしたね。この近所でですね、飲みに来いやっつって、飯食おうやっつって行った時にもう8時になってしまってですね、どこも空いてないっていう時があって、片っ端からすんません、やってますかとかで言ってもらったら、もう看板を下ろして調子も下げてるんですけど、いいですよって言われて、それでね、飲ましてもらった。うなぎ屋さんやったかな、あれは。うなぎの肝とかこう食べながら酒飲んでましたけど、それが半年もっと前かな、6月、5月頃でしたか。いや、またあれと同じようになるんですね。でも、なんと言いましょうね、1日5万円もらえるそうなんですけど、その個人経営の店でね、1日5万ぐらいしか売り上げなかった店で5万円もらったら、いや、ラッピーって仕入れせんでええやんみたいな、働かんでええやんになりますけど、まあそういうのはごく、ごくというか、まあ全体的にいや2割ぐらいでしょうね。じゃあほとんどの店は5万円じゃ焼け石に水ですね。いや、大変なことになりつつあると思います。大変なことになりつつあると思います。で、この人数だけを見るとね。で、多分ね、これね、PCR 検査ってなんかこう身に覚えのあるような人、あるいはちょっと症状が出た人をやってると思うんですよ、日本の場合は。まあ何もない人でもやってくれっていう場合もありますけど、まあそれは少ないんちゃうかな。濃厚接触した人とかね。それで2000人超になってきて、これ多分ね、増えるのはある程度しゃあないと思うんですよ。そもそも PCR の検査数が増えてますから、ウィヤーっとこんな感じで。まあしゃあないんですけども、で、別にそれで、何度も言います通りね、これがですね、インフルエンザより怖いかというとですね、後遺症とかね、いろいろ、まあ、めんどくさいことはいろいろあるんでね、まあ、ややこしいんで、寝てる期間長いですよね、これね。2週間ぐらい、症状に苦しむのが1週間ぐらい苦しむわけでしょ。インフルエンザは3日ぐらいになりますからね。だからめんどくさい病気ではあるんですけども、かというてね、そこまで、ここまでやらなあかんかって言っても、そんなことないと思うんですよ。
若い人で亡くなったのは相撲取りだけなんですよね。30代か20代の相撲取りが一人亡くなってるんですよ、日本ではね。まあ、糖尿病はあったと言われてます。もう他は全部ね、もう60代以上の何らかの疾患がある方なんですよ。でそんな方って多分インフルエンザになっても亡くなってるわけですよ。で80、90の方が亡くなるなんてのはもうそれはもう寿命やん、はっきり言うて。あの日本人のね、死因の一番はね、肺炎なんですよ。で肺炎の中でもですね、このあのコロナではなくってね、誤嚥性肺炎というのがですね、一番の肺炎の中でもう7割8割そうなんですね。で80歳90歳の方がですね、誤嚥性肺炎で亡くなるというのはですね、これは某ドクターが言ってましたけど、もうそのね、物を食べられるようになったらすなわちそれ寿命やと、塩化こう飲み込めるようになったらね、でそれがこう肺に入るわけでしょ、それでなくなるわけですから、もうそれは寿命やんと、そのもう誤嚥性肺炎なのか老衰なのか、そんなもん区別つかんでとかっておっしゃってましたけど、まあそのね、80、90の方が亡くなるっていうのはもうはっきり言っても、それはもう寿命ですよ。あのインフルエンザだともなくなるかもしれんし、他の病気だともなくなるかもしれんし、これでまだ正確な統計出てませんけども、2020年の超過死率、つまり平年と比べてですね、過去 3,4 年の平均と比べて2020年に亡くなった方が増えたのか減ったのかという統計があるわけですね。それが超過死率っていうんですけど、超過してないんですよ。要は減ってるんですよ多分。つまりいつもの年よりも亡くなった方は少ないわけなんですね。少ないわけなんですよね。去年1年で多分3000人亡くなったんですね、コロナでは。お風呂で溺れて死ぬ人は5000人いると言われてます。でちなみに、多分自ら命を絶たれた方っていうのは多分3、4000人いるんちゃいますかね。ほんでコロナが3000人、去年2020年1年で3000人いるかどうかっていう世界ですから、あの まあ風邪ですよ。風邪なんですけどね、一旦騒いでしまったでしょ。今はどんなね原因で亡くなっても PCR 検査するんですって。どんな原因で亡くなっても、でそこで陽性やったらこの人はコロナで亡くなったというふうにカウントするんですよ。それで3000人ですよ。一旦ね、こうやってね、大げさにしてしまった以上ね、こう、増えた方がいいわけですよ、当局にしては。大変や、大変や、大変やっていうためにはですね、たくさん亡くなってんねんっていうことにした方がいいわけであって、恐れることはあんまりないんですけど、もう、めんどくさいのはね、世間が恐れてしまってるっていうことね、私にとってめんどくさいのは。だからこう飲みにも行けないしね、飲みに行ったら白目で見られるし、なるべく人と会う回数も減らさなあかんしと思って、もっともうちょっとね、もうちょっと静かに恐れていただいた方がいいわけですけど、これで大量の飲食店がまた倒産するわけですよ、あるいは廃業するわけですよ。それで、まあ、大量のその観光業者もですね、倒産を余儀なくされる、あるいは廃業を余儀なくされるわけであって、良かったのか悪かったのかというのはですね、たかだか2000人超えたって、いや、別に2000人ぐらい。インフルエンザの最盛期は東京で1日2000人ぐらい陽性だったでしょ、きっと。私もかつて陽性なったことありますけど。まあね、これね、だからね、皆さん覚えておいてほしいんですけど、10年、20年だって、この2020年、2021年を振り返ったときにね、なんとまあ、腐ったな、とで覚えると思いますよ。なんであんな大騒ぎしてんのな、日本は、と思って。結局そういうことをね、今現在やってるんや、と思いますよ。まあ、これからますますまた大変になってですね、今日緊急事態宣言出ますから、これによってですね、またまた、いろんなまた引き締めが行われるわけでして、今回こう2回目というのは辛いですね。で1回目よりも人数がむちゃくちゃもう何倍にもなってるわけ、何倍というか10倍ぐらいになってるわけですね、1回目に比べたらね。で
もちろん多分亡くなる方も増えると思うんですけど、まあ、よう見とっていただいてですね、そのお年寄り以外の方が亡くなってる場合ってほぼないですから、で若い方にとってほぼ関係ない、小学生とか中学生とかほぼほぼ関係ないわけですよね。で、20代ぐらいまでの女性ってほぼ関係ないわけですよね。何を騒いでんやろなという感じが僕にはしてますけども、でもこれ世間は騒ぎます。で私にも影響します。まあしゃあないなとしゃあないけど、これね、僕みたいな一市民には何ができるわけでもなく、知り合いの飲み屋さんに行きたいんですけどね、こんな時やからって行ったら家族にしろー言われるから行けへんやみたいな、家族はいなければね動き回るんですけど、ということでございまして、あんまりいいニュースではなくにないんですけども、2000人超えましたよって、また騒ぎが続きますよというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。